チャンネルクララをご覧の皆様、こんにちは。今月の月刊為替稽古は先日に引き続き戦後70年を考える日本と戦争続ということでお届けしたいと思います。為替先生よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんか非常にいい話で久しぶりにあの寸劇が見れてよかったですはい、はいね、1回やったんですけどカットしましたしね、まるまる。あ、そうでしたっけ。はい、一応チェックしてますよね、はい、ということで時々寸劇も出るんですが、前回クイズのネタを飛ばして寸劇になったということでね、はいはい、さてと今回はですね、勝者がコントロールする歴史、国家、領土ということで、はいはい、まずですね、はい、私がそういうことに本当にリアルに気づいたのはですね、はい、まあ、1995、6年あたりからよく台湾に行く機会が増えまして、はい、その時に台湾の要するに日本時代を過ごしてきた、もう当時も70過ぎていたお年寄りの方たちが、あの歴史というのは時の支配層が勝手に作り直して勝手に都合のいいように変えるものなんだよと、うん、なぜ日本人は戦前の50年の台湾の歴史もきちんとしたことを知らないの、うん、っていうふう、知らないままじゃいけないんだよということを聞いた時に、うん、そのそっか、支配層が歴史というのは勝手に作ってんだっていうのをまず強く感じたんですね、うん、はい、で、まあ、そういった流れの中で言えば、また今年も台湾はなんかあの抗日戦争70周年記念とかって言って、はい、なんかまあ国民党今馬英九政権なので、はい、国民党のだからそういうふうなことを打ち上げてんですよね。だけど70年前は台湾は日本だったじゃないって、はい、まだ中華民国のまんまだから中国共産党じゃなくてうちが戦ったぞって言いたいんじゃないですか。そうだと思うけど台湾人はほとんど関係ないわけですよね。むしろ日本人として戦ってましたよね。そうだね、日本人として大陸に行ってた人はいるわけだけど、うんうん、だからいや台湾航空戦とかいろいろありますからね。そうだ、今の今でもそういう状況っていうのはあるわけですよね、うん、もちろん台湾の人たちはおバカさんじゃないので、うん、国民党がとんでもないことをやっているってことは分かってるんですが、うん、まあ、支配層が勝手にそれを作って、まあ、喧伝するっていうのはの一つの例だと。じゃあ今のすごい、何人なのかも支配層が決めてるってことですよね。そうそう、え、あれあの時日本人だったのになんか中国人になってるそうですよ、まあ、とんでもない。だって台湾の人は多くの人はもう中国に住んだこともない人もいっぱいいるわけだし、うん、中国人って意識も今ほとんどないのに、うん、何が抗日戦争なんだって話。むしろ中国人なんて蒋介石自体が台湾を侵略して虐殺して作ったねそうです、そうです、今の国なんてそんなもんですからね。そうなんです、うん、そうだから、まあ、そういった意味でも勝手にね歴史っていうのは何人であるかも含めて変えられていっちゃう。じゃあ日本はと言いますと、日本は一応1894年5年の日清戦争でもって、うん、はい、まあ、勝利するわけですね。ということで下関条約によって領土半島は一旦もらうけどすぐ返さなきゃいけない状況になって、台湾とポンコ島、宝庫島、宝庫島を、まあ、割譲されるといったところから、まあ、歴史あの日本のものになっていくわけですが、日本っていうのはそのやっぱり台湾の方たちから話を聞いても過去のものを全く否定しなかったそうなんです、うん、例えば病がありますよね、みんな神頼みでいろんなことをお願いするので、うん、はい、そういった要するに台湾が持っていた文化を消すとか、うん、あの要するに破壊するようなことは一切しなかったと、うん、でそういうことっていうのも含めて日本っていうのは非常に歴史を要するに統治した植民地支配をした場所ですら歴史を残そうとしてきたわけですよね、うん、あれ川崎先生、教科書にはですね、日本は公民化教育とか言って神社を勝手に作っていって無理やりあの国家神道を現地人に押し付けていった棒ってこと書いてますけど、そうです、あの残念ながら1930年代過ぎぐらいから、うんうん、やっぱり台湾もちょっと独立したいって気持ちが非常に強くなって、うん、やっぱりその世界が戦争モードになっていく中では若干それはあったっていうのは、うんうん、まあ、若干で事実あったようなんですが、うん、でも1895年の段階で入ってきた段階では、うん、要するに原住民をバンバン殺しまくってみたいな、うん、そういう状況もなく、うん、その病を破壊するとか、うん、そういったこともなく、うん、それどころかマラリアでみんな死にそうな人のために病院を建ててあげたり、うん、アヘンの吸引壁が
あったのを徐々に減らしていくために、その専売特許みたいな形にして、まあなるべく売らないように、今後売らないようにって、徐々に規制をかけていったりとか。だから、あの寿命も当時、あの日本が植民地化するまで以前は30歳ぐらいだったそうなんです、台湾人。それがもう全然、要するに50年の統治で、もう経済的にも非常にいい状況になる上で、あの衛生環境も良くなり、病気もなくなり、非常にまあ人としても長寿になっていくわけですね。で、最後の3、40年代だって日本化もやりながら現地の部分を破壊したわけじゃないですかね。そうです、そうなんです。だから若干それなりに、あのもっと日本化を進めたいって焦りはあったんだと思うんですけど、まあそういったところだけが教科書に書いてあるとしたら、それは非常に変なクローズアップで、まあ官僚主義の暴走なんですよね。そうなんです。日本人にもやってた。そう、そして、まあ、あの戦後の蒋介石が来た後はですね、結局抗日反日の教育をするわけですね、台湾でも。そうすると親とかおじいちゃんおばあちゃんの世代と子どもの教育はものすごいギャップがある、教育というか、見た経験した現実と自分の孫が受けてる、子供が受けてる教育っていうのは全く違ったものになるわけです。で、特に台湾でかつて有名だった国策の、まあ、戦争映画っていうのが梅の花っていう映画があって、それでは、あの要するに日本はとんでもないことをしたっていうようなことだけになってるそうなんですが、実は国民党軍は共産党をめちゃくちゃ殺してるし、共産党も国民党を殺してめちゃくちゃなことをやって、そういうことは一切触れられず、とにかくずっとその戦前の時代は日本が人を殺してたみたいな、そういうとんでもない映画だそうです。あれ日清戦争の直後のテロで、日清戦争よりも日本人人死んでるんですけどねそれは描いてくれないですねそうそう、はい、でしかも戦前で言えばね、さっきの話に戻るようだけど、1930年代であっても、大陸から白化人とかあたりがどんどん渡ってくるんですよ、日本の統治は安全で安心 で、で経済状況も全ていいから、どんどん移ってくるわけですよね。だからいかに隣の中国大陸がめちゃくちゃで台湾がいい状況になってるかっていうのが、移住者が増えてることでも分かるわけです。でもそういったことは一切戦後の、特に国民党の蒋介石の時代の教育ではされなかったというところで言っても、本当にこの、まあ、なんていうんですか、日本も含めてですけれども、歴史っていうものが結局日本は敗戦してしまったので、もうめちゃくちゃな形で伝わる状況を、まあ仕方なく許していたわけではないけど、そういう状況は続いてしまったと。で特に日本の場合はもちろん GHQ っていうところで入ってきて、いろんな状況が変えられてしまったわけで、昔の教育職を勉強するわけにもいかないし、特に戦前あった終身科っていうものが非常に、あの社会人になるにはいい科目と言われたけど、それも使えないと。ですから、まあ、あの日本人は日本人で負けたことによって腰砕けにされてしまった。ですから結局勝たなければ、戦争がもし何かであったとしても、とにかく勝ちっていうものを作らなければ日本はさらに歪められていくというのが歴史であって、しかも領土もそのように割譲もされるけれども取られることもあると、結局日本だってそういう意味で言ったら取られたわけです、戦後、まあ、沖縄のサンフランシスコ講和条約で沖縄だったりとか帰ってこないですもんね、小笠原諸島で取られちゃったっていう状況であるわけで、ですからその、まあ、戦争っていうのを考えた時に、まあ、確かに勝てば官軍って言葉あるけど、本当に常に何かがあった時に勝つっていう状況を日本が作らないといけないっていうのが、やっぱりこの100年の歴史、この1世紀を見ただけでもよくわかるのかなというふうに感じてるわけです。本当に二次大戦で負けたパラダイムが戦後70年ずっと続いてきたんですか。そうなんです。これがいつまで続くのかなっていう、本当そうなんですよね。だから、まあ、確かに日本は日清戦争、日露戦争っていう、まあ、世界に対してのデビューではちょっとこう勝っちゃったような形があるけど、それで逆に西洋社会から、まあ、嫌われちゃうというか、目をつけられてしまってっていうのもあり、それと裏、まあ、中国とかそういったところにわけわからない恨みも買いっていう状況が、まあ、1世紀近くずっと続いていると
いう感じはしますよね、うん、いや戦後70年っていうんでやたらと戦後70年で何かってテーマでいや何かって何かぐらい考えてよっていう出版社いっぱい来たんですけど、だいたいそういうので断ってしまった理由話っていうのはですね、いやあと700年ぐらい続くんじゃないですかっていうですね夢も希望もない話をするとですねいやせめて7年ぐらいで終わらせてくださいみたいなせっかちな人が多いんですよね、うん、そうだからそういう結局勝者に勝者勝った国によって情報戦も工作戦もそれから教育による洗脳も全てやられてきてしまって、うんうん、で、まあ、日本だって、まあ、台湾もそうだけど家庭ではじゃあ子どもたちに違うよ日本は違うそんな風ではなかったって言わなかったんですか、うん、と言ったらやっぱり言えなかったって言ってましたね、うん、やっぱり言ったことによってなんか目つけられて子どもとか孫が変なことになるといけないので、うん、全然子どもの教育はめちゃくちゃであるっていう意識はありながらもやはりまあ小一族の政治が怖かったっていう部分も含めて、うん、戦前の日本がどんなに良かったか、うん、日本がどういう、まあ、道路も作ってくれて建物も建てて衛生状況もよく教育も作りで世界のいわゆるイギリスのようなやり方とも違う、うん、それから、まあ、スペインのような搾取だけやってるような奴隷化するようなやり方との違う、うん、っていうこともなかなか言うことができなかったというふうにはお年寄りの方は言ってました ね、 まさにその歴史教育の話ですけど今あと700年ぐらいですかねって、まあ、冗談で言ったけど何でもなくて70年これでやられたものをもう7年後とか明日7秒後にできなきゃダメみたいなそれは無理なわけじゃないですか。それで念頭に置いてたうちの多くの 2, うちの2つが台湾とポーランドなんですよ、うん、台湾ってまさに明が清に滅ぼされた時に台湾に亡命政権を丁政公が作ってもうね、満州は中国人を見逃すなんて最後滅ぼしちゃったじゃないですか、うん、100年ぐらい蒋介石みたいな抵抗してたのがだからまさに中華人民共和国が狙ってるのそれですよね、うん、でポーランドに至っては70年どころは130年ぐらい国失ってたのに自分を滅ぼした、うん、で周りの三大国が同時に滅んだ時にいきなり復活して、うんまあ、ちょっとその後20年ぐらい調子に乗ってさらに40年ぐらい下な目にあった気がしますが、まあ、今なんとか独立をね、うん取り返したわけですよね。本当にポーランドみたいになったら終わりだと思うんですよね日本。そうなんです。でしかもサンフランシスコ条約でねポーランドの道を出ていってるけど、うん、サインはしてないんですよね。ソ連の衛星国ですからね。そう嫌だよと、ね、とんでもないと。しかも一回1918年かな、うん、7年かな国が戻る時も、うん、ベルサイユ条約で、まあ、戻してやろうみたいなことを、うん、イギリスとフランスとイタリアで決めるわけですよね、うん、一応日本も参加してます一応そうですね参加して、うん、そうすると自由意志で国が作れるっていうわけではなく結局大国である強い国が勝手にこの国あってもいいよこの国もういらないとか、うん、っていうふうに決めてしまうと、うん、ひどいですよね世界ってよく考えたらデタラメですよねデタラメだということにようやく深く深くいろいろやっていけばやっていくだけ気づくんですよ、はい、それと同時にやっぱり勝たないと常に勝っているか不戦戦わなくていい状況を日本が作っていかない限りは、うん、日本だって日本って国はなくなる可能性もあると、うん、で現実的にポーランドもそうだけど三国に分割された時にそのロシアと、まあ、プロシアとオーストリアに分割された時、うん、もともとポーランドという国がなかったようにしようそういった歴史を全て消そうということも密約で決まっていたっていうから、うんううん、徹底的に三国とも断しましたもんね。そうとすると本当にそのままなくなっていったら昔々あるところにポーランドという国があったのかなっていう話になってしまってそれでも憲法も9条を守ればいいっていう人がいるんですが今日本にはそうそうそうだから本当にね、うんまあ、あまりにも現実を見てないですよね。現実であり歴史、うん、たったのわずか100年で100年ぐらいのことでも、うん、結局強くあって戦いに挑まれないか、うん、戦いした時に勝つ状況がなければ、うん、これから先でももしかしたら明日以降も日本という国がなくなっちゃったり、うん、国家領土が分断される要するに朝鮮半島のようになる可能性だってゼロではないと、うんうん、そうですね、まあ、世界の歴史はデタラメであるということで、まあ、次回そのね、はい、不戦という言葉が出ましたけれどもじゃあ今後の日本の未来不戦だけで本当にやっていけるのか不戦をやるために戦争で滅ぼされないためにはどうすればいいのかということでお話を伺いたいと思います、はい、よろしくお願いします。